はい、皆さんどうもこんにちは、うぷぬしでございます。本日はですね、早速映っておりますが、Nゲージの車両の紹介でございます。最近ちょっと車両が増えてきて動画サボってたんで、ということでやっていきたいと思います。今日紹介しますのはこの方、トミックスで E1000型ディーゼル機関車感知型高崎車線のものでございます。製品番号が2247ってなってますね。では早速部品の取り付けもね、かなり前に済ませておりますので、細かくいろいろね見ていきたいなというふうに思います。はい、先ほどまでコキーを引いておりましたが、ちょっとこっちに持ってきてみました。はい、側面はですね、こんな感じになっております。はい、こうやって光に当てるとね、割と塗装はまあテカリもせず、かといえ完全なマットな感じでもなくっていう感じで、まあ実車に近いんじゃないかなというふうに思います。実車毎日見てるのでね、まあよくできてるなというふうに思います。で、台車も2軸3軸の方でしっかりとできています。で、ナンバープレート、これ読めますかね。で、E1654のものをはめております。さすがにメーカーズプレートは見えませんね。はい、で上を見ますと、はい、ここに列車無線アンテナとホイッスルが取り付けてあります。ではお顔拝見といきましょう。はい、つぶらな瞳のデイートでございますけど、はい、こんな感じに今お顔なっております。はい、でこのカプラーはですね、純正のものから、こうするとわかりますかね、 GM のねナックルに交換してあります。交換の方法を以前動画にしてますのでね、そちらの方をご参照いただければと思います。で、後ろ、はい、後ろもですね GM のナックルになっております。はい、下はね、まあ、こんな感じですね。3軸2軸の台車で、この台車入ってます。デイとミニカーブレール対応しております。まあ、うちにミニカーブないんですけどね。はい、再び側面ですね。あ、メーカーズプレート、これですね。この、ね、今、爪のあるあたりに光ってるのが、これ、ちっちゃいですけど、川崎と書いてあります。まあ、全体のディティールもすごくよくできてると思います。この辺のね、なんていうんですかね、この柵というか手すりもよくできてますし、ステップもね、よくできているかなというふうに思っております。まあ、これを購入した目的は、石巻線の貨物を作りたくて、買いました。あと見てないところといえば、どこですかね。あー、これですね。このラジエーターのファンのね、このモールドなんかも意外に細かく入ってますし、この計器類の蓋とか点検蓋もね、よくできているかなというふうに思います。で、製品状態からこれ変わってることがまだ一つありまして、この窓の中なんか変なの入ってると思いますけど、これは終電を良くするためのウェイトがね、入っております。ということで、ちょいとコキとかいろいろ引かせてみた動画ありますので、ね、そちらの方を見ていただければと思います。それではどうぞ。はい、てなわけでね、今回はまあざっくりとでしたけど、トミックスのね、デイと感知型のものを紹介してみました。まあ製品状態からね、いろいろいじってるところはありますが、外観はほぼね、あのデイとの姿をね、うまく再現しているんじゃないかなというふうに思っております。石巻線のね貨物ね、デイとに古希10両、完成しましたらまた動画にねデイトーが登場するんじゃないかなというふうに思っております。またトミックスからね、デイトーじゃなくてデイデイ200ですねが、まあどこの機関区かどこの所属になるかは分かりませんけど、製品化発表されましたので、そのデイデイ200もね、まあ予約して購入する予定ですので、そのうち動画に出てくるかなというふうに思います。まあ他に見たいデイトーの見たいところとかありましたら、ぜひぜひね
下の方に書いていただければなというふうに思います。ということで今回はね、このかわいいかわいい入れ替えだけじゃなくてね、本戦走行でも活躍、主役にもなれるというデイイートの簡単な紹介でございました。ありがとうございました。